ちょっと今なんか急になんですけど暗くなってきましたねなんか今急になんですけども1時間ぐらい経つんですけど、あ、なんか暗くなってきたと思って、なんかね、あの薄暗い路地の感じがすごくいいですよね。ね、雰囲気がいいですね。はいはい、そうですよ。ここね、猫屋路地って言いますけど、日光の方にはね、玉子工事ってあるじゃないですか。そうですね、はい、玉子工事から今日ね、出張というか、まあ、代表という感じじゃないですか。はい、玉子工事の方からちょっと足りないんじゃないのっていう、歩夢くんっていうのを、ね、つぶやき入ってきてますけど。猫屋道盛り上がってますからね、はい、負けていられないなとまだ硬い中で、ね、あれなんですけど、あれですね、あ、やだ、ちょっと木いちごとかってすいませんね、京ちゃんの天然氷のかき氷とちおとめが売り切れで木いちごが出てるっていうことで、はい、食べたいです。なんか来ないのかな、ここ届かないかなと思ったりするんですけど今日はね、玉子工事はね、もう一軒お隣のね、アナログブックスさんありますけど、アナログブックスさんもね、を見て終わったら来てほしいなって今日思ってたんですけど、アナログさん見てないんですかねねえ、言うの忘れちゃったこの間あったら嬉しいですね、ねえ、本当のリーダー彼でもね、かげろすごいね、面白い、お店の雰囲気とは違うね、本人はね、違うところをね、見たいんですけどね、なかなか出してくれないっていうね、まあ、お店もね、ちょっとずつ変化して、森田さん、ね、最近はカフェも始まりましたね。そうなんですよ。で、なんかね、こうどんどん進化して、玉子工事自体も、まあ、アナログさんにカフェスペースができたり、心屋さんのドアが変わったりとか、まだまだなんで、始まったばっかりなんでね、うん、進化していきたいなと。ねえ、今私たちがこうユーストリームをやってるこの場所も、もうね、きょうちゃんが始まっても10年以上経ち、この今ある形がまあきっと最終形なのかなって思って毎回いるんですけど。ここね、デッキって呼んでるんですけど、デッキのとこが実は出入り口、元の出入り口でっていう感じで、私たちが映ってる裏の今座席がね、お客様がいるところは外で、はい、初めてのネットラジオをそこで実はやって、すごい恥ずかしい感じがしたんですけど、日々ね、お店も変わっていって、こうバージョンアップしていく感じでね、こう猫屋路地と玉子工事がこう行き交う感じで、そうですね、いい形で、関わり合えたらいいなって思ってますけど、ね、それで、まあ、猫屋堂の方では、まあ、猫屋堂一の日に猫屋新聞って出してるんですね。で、それとはまた別に今回新しく、じゃん、これですね、猫屋新聞の別冊という形で、フリーペーパーを作りました。はい、タイトルは野良猫ですね。はい、猫、はい、屋堂に、黒猫に野良猫で。そうですね、はい、猫つながりで。はい、まあ、これ、ね、どうでしょう、編集人として。あ、僕が編集したんですけど、はい、まあ、一応1年間、季節ごとに出していこうということで、うんうん、まあ、始まりが夏号なんで、夏から今度の春まで、うん、4回、計4回出す予定です。はい、で、中身は鹿沼の冊子ということで、はい、鹿沼のいいところを、県外をはじめ、いろんな方に知ってもらいたいということで、うん、今回特集は黒猫にも出てくれてますけど、はい、鹿沼箒の職人さんの丸山さんに、はい、2ページ、はい、紹介してたり、はい、あとはおなじみ猫屋路地のアンリロさんの谷村シェフが、はい、作ってくれた、はい、トマトを使ったレシピですとか、はい、あとは、ね、小深原神社、ちょっと郊外の方にも足を伸ばして、そうですね、取材したりしてます、はいはい、鹿沼もね、広いですからね、いいところいっぱいありますからね。やっぱりこれは普段の猫屋堂新聞っていうのは
本当に猫宿の内容しか、というか内容が中心なので、これはもうどっちかっていうと、まあ、鹿沼一帯を知ってもらうっていう、そうですね、もっと、まあ、観光に来てもらうというか、県外からもっと鹿沼に来てもらうっていう紹介をしたいというのが本質なので、はい、ね、これね、いろんなところでこれからね、県外とかで、そうですね、近県、それから東京とか、もっと京都だとか、そういうところにも配布したいなと思ってますので、これを見てね、こう興味を持ってくれる方がね、増えるといいなと思って、そうですね、はい、やっぱりいろんなね、切り口があると思うんで、はい、単なる観光ではない、そうですね、はい、もちろん、鹿沼のお店なんかでも手に入るんで、表紙が今回は、川上澄夫美術館というのがありますけど、そこの川上澄夫さんの版画を使用させてもらってますんで、はい、ぜひ手に取ってもらいたいなと思います。そうですよね、渋い、渋い、いい絵ですね、いい絵ですね、爽やかな、爽やかな、まあ、私はなんか爽やかな、夏の風っていう有名な版画のローマ字バージョンで、はい、有名なもの、一般的に有名なものは日本語で書かれてるんですね、はいはい、それがローマ字で書かれてちょっとおしゃれな、モダンな感じの絵です、ね、はい、その当時はちょっとすごいモダンですよね。そうですね、ただこの人は昭和の人なんで、活躍したのは昭和なんで、もう割と回復主義というかちょっとレトロなものを扱ってたんですよね。あ、なるほどね、面白いです、これなんか専門的な話が出ます。ぜひ美術館の方にも足伸ばしてみてください。そうですね。可愛らしい美術館なので。はい、ありがとうございます。はい、次のね、ゲストが来るんじゃないのかなと思いつつ来ないので、このまま行きたいと思うんですけど。いや、なんかこういう緩い感じでやれっていうね、言われてるんで、まあいいかなと思うんですけど、どこから行きますかね。